なんだかしんみりさせちゃってごめんなさい。気を取り直して、はいこれ。潮干狩りタイム。わーい、早速1個取れました。なんの、こっちは2個だ。お、負けないぞ。ああ、ああ、小さいことやってんじゃねえ。はぐれのランサーか。お前らしっかり見とけ。釣りならのんびりも悪かねえが、狩りなら勢いがなくちゃ始まらねえだろ。せーの、当世の潮干狩りはああなのか、武蔵。どうかしら。あれ、どうした。あそこにいるのってもしかして若旦那じゃないかしら。そのようだが、何をしているのだあれは。若旦那、おーい。なんだ貴様らか。何を見ている。竜なるものがあると聞き、はるばる確かめに来てやったのだ。せっかくの機会、いや縁とするためにな。竜、確かに赤い目の竜に見えるな。思い出した、2012年の辰年に現れたとか、そういうご利益ありそうよね。知らんのかアホども。スマホの待ち受けにすると恐ろしく運気が上がると言われていることを。スマホとはなんだ。何、それも知らぬのか。まったく聖杯の怠慢も極まったものよ。それとも監督役が不在のせいか。まあよい、俺は外堀固め。いな、粒子との縁作りに忙しい、さっさと散れ。